なんちゃら研究会へようこそ。今日はですね、音楽とラーメンを考えるでございます。私は立派な体格をしてるんですが、ある時ある有名ラーメン店の店主の方が私の妻にこう言ったことがあるんですね。いやー、奥さんすいません、ご主人の体の何分の1かは私が作ったんですよって言ってたご主人がいらっしゃるんですが、まあそこまでその店に行ってなかったかなっていう感じもしなくはないんですが、でも一時私はまあもともとラーメンが好きだっていうのもあるんですが、そのラーメンっていうものが持ってる面白さっていうものに惹かれてたのもあるんですね。というのはどういうことかっていうと、ラーメンっていうのはそのラーメンそのものが美味しいっていうだけでは成り立ってないんですよね。ざっと言うと、お店全体、それから作っている方の感じ、そういうものも含めてラーメン美味しいと思ってるわけですよ。例えばすごく同じ美味しいラーメンだとしますよ、出てくるものが。でもその店を入って、例えばこちら側の壁に大きな亀って、なんだ、タートルネックのタートルの方ですね、こう亀の剥製がぶら下がってたりとかですね、なんかいろんな全国各地の修学旅行のペナントが貼ってあったりとかですね、なんかこうなんとなくこのなんか違うなっていう感じのものがあるだけで、その美味しいラーメン自体がもう下がっていく、なんかこの雰囲気が違うなって思っちゃうんです。それから、カウンターにこう座るとしますよね。そうするとラーメンのそのが乗った時のこのカウンターの幅、あんまり広いのもなんだし、カウンターの色、それもこういろいろあるじゃないですか。でそんなものによってもこう受ける印象が違う。それからその出してくださる、作ってくださるそのご主人の雰囲気、あるラーメン屋さん行った時にもうなんかこう日本酒を一杯やりながら、まあ、相当自信ありげに、いやーもううちのラーメンはこうだからねって、こうなんかこう自慢げな風情バッチリでこのラーメン出してくれたんですけども、なんかちょっと素直に美味しいという気分にはなれない、逆になんとなくこう嫌な感じが残ったような、そんな感じでした。ラーメンを考えるときに、ラーメンそのもの、もちろんその丼に入った見える姿っていうのももちろんあるんですけれども、それ以外のそういうお店だとか出してくださる方とか、まあカウンターの幅やら自分が座ってる椅子の感じやら椅子の後ろから壁までの幅とかね、いろんなことが関係して、なんか自分の中でラーメン本当に美味しいと思うと、ほとんどそのお店全体を好きだと思ってる、そういう感じがあるんですよね。どうして音楽とラーメンを結びつけて考えるかっていうと、その音楽の中で例えば演奏者、あの歌手が好きとかあのバイオリニストが好きとかってなった時に、ほとんどその人全体を OK してるんですよね。あの人のなんか見た感じのあの雰囲気嫌だなと思いながら歌は最高ってなかなか思いにくいんですよね。例えばそのものすごい派手な雰囲気で歌を歌っていたとしても、好きと思った瞬間にはそれがたとえアンバランスであっても、そんなあなたが好きっていう状態にこうなってるわけです。ですから歌がうまいだけでいいのかっていうと、そういうもんでもない。楽器がうまいだけで OK かっていうと、そういうもんでもないんですよね。何かあのラーメン屋さん全体を醸し出るように、その人全体っていうんでしょうかね、そういうものをこう受け入れられる、そういう感じにならないと音楽にならない、では音楽を好きになれない、そういうアーティストを好きになれないところがあるんじゃないかなと思うわけです。それで私は、ラーメンを研究してたとか言いながら、好きなラーメンをただ食べてただけだろうって話があるわけですけれども、でもラーメン屋さんに行くたんびに、どうしてこのラーメン屋さんこんなに美味しいと思うんだろうな、なんか無口な感じのあのご主人もまあこの場合いいなとか、他の店だとああいう無口さは嫌だなとか、いろいろあるんですが、なんか絶妙なバランスっていうのが大体取れてますよね、美味しいものを出してくださる店っていうのは。
それって何なんでしょうかね。先日いろんな方とちょっとお話をする機会がありまして、そのまあ言ってみるとアーティストのその人格と生まれる作品みたいなことについてこう話し合ったことがあるんですが、その後で一つ思ったことがありました。それはその人格が素晴らしいといい作品が生まれる、そういう言い方はあると思うんですが、じゃあ人格だけが成長すればいいのかと、そういうことは多分ないと思うんですよね。で、僕がその後で思ったことは、人格と作品が互いにこう影響し合いながら、人格と作品が一緒に育っていくんだなと思いました。ですからこの人は作品と語らいながら、そしてその作品が生まれたことによって次の目標が生まれてくる、何かこの人格と作品っていうものが互いにいい意味での、まあ、切磋琢磨というのか、影響を与えながらというのか育っていくんだと思います。またラーメンに戻りますが、美味しいラーメン屋さんっていうのはおそらく全く同じ味を出してるんではないと私は思うんです。例えば晴れた日には晴れた味、雨の日には雨の味っていうふうに、まあ、あるいは夏には夏の味、冬には冬の味っていうか、何か違うんだと思うんですよね。その日その日のその職人さん、その大将の感覚で味付けをしていってる、それがプラスアルファあるいは何かを引いてるから行くたんびに美味しいんだと思います。全く同じではなくて、少しずつ美味しくなってるから美味しいんだと思うんですね。そんな風に歌いたい、そんな風に弾きたい、そんな風に曲を作っていきたいな、そういう風に思います。そんな風になれたらいいですよね。今日は音楽とラーメンを考えてみましたけれども、いかがだったでしょうか。なんちゃら研究会、またお会いしましょう。お待ちしております。さようなら。